はい、じゃあ今日の最後が、連続関数ですね。まず関数の連続性の定義なんですけれども、これは教科書ですと129ページの定義、すみません、番号ありましたね。定義 4.1、ここにありましたね。定義 4.1 があります。で、これはD が R2 の部分集合で、F が D から実数への関数のときに、F が D の点 A において連続であるとは、もし F が集積点であるならば、この、P を A に近づけていったときの FP の極限値が、FA に、A における F の値ですね、FA に等しいということを言います。で、注意として、特に F が D の孤立点の場合には常に連続であると、この定義から連続であるということも言えます。でさらに、この F がこの領域 D か、この D において連続であるとは、この F が D の各点で連続であることを言います。まあ、この辺は一変数の場合とほぼ一緒です。それからと、この連続関数の性質ですけれども、D、分子も D に対して F と G を D から R の関数として、C と D が実数であるとして、それから F と D が点 A において連続であるときに、次の性質まで立つんですね。これも一変数とほぼ同じなんですが、例えば連続関数の和や定数場合は連続ですよとか、それから連続関数の積もまた連続ですとか、それから、この割り算に関しても F のある近傍が存在して、そこでこの GP が0でないならば、この G 分の F も A において連続であると。まあ、こういった性質も示されます。まあ、大体この辺は二変数の場合とほぼ類似してますので、確認しておいてください。で、最後から2番目くらいかな。関数の連続性の判定っていう問題もよく出てきます。で、この時にはまず基本的な方法がいくつかあります。まず最初に、この点 A における関数の連続性を判定するっていう問題なんですけれども、まず A において F の極限値が存在しない場合には、A における F、A において F は連続ではないということになります。それからと、F のその A における極限値が、まあ、例えば α に等しい場合ですね。この場合には、この FA が α に等しい、すなわち、A における F の値と、それから A に近づいていった時の F の極限値が、まあ、一致することを確かめるというのが基本的な方法です。で、まあ、ちょっと例題としまして、こういう例題を持ってきました。fxy なんですが、これ分母がですね、こういう式なので、この式自体は、原点ではこの式発散するんですけれども、原点での値は0であるというふうに定義しておきます。で、この関数の原点における連続性を判定しましょうという問題です。で、この場合は、x と y をそれぞれ r コサインシータと r サインシータで表しますと、xy が原点に近づくときに r が原点で、r が0に近づきますので、この関数の式をですね、まあ、三角等式でうまくこう評価していきます。で、あと、この三角関数でこう押さえていくと、結局これ、4r2 乗で上から押さえることができまして、これは R を0に近づけていけば0に近づきますから、0に近づくと。まず極限値を持つことですね。しかもこの極限値は、原点における F の値の定義にもう等しくなっておりますので、この場合は FXI は原点において連続であると結論付けることができます。まあ、基本的にはこういう形でこう問題を解いていくことに、計算をしていくことになります。はい、それからと連続関数の性質としてまたいくつかありますので、やっておきますね。教科書130ページの定理 4.4 なんですが、ここでは特にその RD がですね、融解の閉集合であるときに成り立つ性質ですので注意しておいてください。F は D から R への連続関数、F が連続関数のときですね、融解閉集合において受ける連続関数の大事な性質として、まず1番目は、これ、ワイエル・シュラスの定理とも呼ばれてますけど、この F は D において最大値と最小値を持つというのが非常に大事な性質です。まあ、非常に便利な性質です。それからと、中間値の定理の拡張としまして、さらに D が連結であるときには、この F の地域っていうのは、この最小値を取る点のこの FA の値と最大値を取る FB の値の平区間で表すこともできます。
で、最後に、F は一応連続であります。この一応連続という概念は、なかなかこの各例で連続であるというのと区別が難しいとは思うんですが、どういう性質かまず言うと、丸や任意のイプシロン、正のイプシロンに対してあるデルタが存在して、この P と Q は D の点で、かつその P と Q の距離が D 未満ならば、この FP と FQ の差は、差の絶対値はイプシロン未満になると。だから、各点の連続っていうのは、この点の位置に応じて、このデルタがいろいろ定まったんですけれども、この一応連続っていうのは、ある任意のイプシロンに対してあるデルタを決めると、このどこの点 PQ においても、これが成り立つっていうところが異なりますので、そこをよく理解しておいてください。それからと、一応最後にボルツァノワイエルシュラスの定理というのがありまして、これは D を R2 の有解閉集合として、それから PJ を D の点からなる点列と置いたときに、このとき PJ の部分点列ですね、部分点列でこの D のある点に収束するものが存在するというもので、一変数の関数にも対応する定理があったかと思います。これが単変数でも成り立つということです。はい、ここまでよろしいでしょうか。ということで、だいぶ駆け足になってきたかと思いますけれども、今回はですね、この、セクション 4.1 でですね、その多変数関数の微積分を学ぶ上で必要な道具立てをいろいろ用意しまして、その上で点列の収束ですとか、それから関数の収束、極限ですね、それからある多変数関数の連続関数の連続の定義について学びました。次回はこの第 4.2 節ですね、偏微分と全微分というところで、基本的にはその偏微分の定義から始まって、工事変動関数のところまで進めていきたいと思います。ので、必要なに応じて予習をしておいてください。それではこれで今回の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。